2日バレーボールネーションズリーグ男子一次リーグ日本3-2ドイツ、北九州市、西日本総合展示場、日本はエースの石川祐希がチーム最多21得点を挙げ、チームを勝利に導いた。ドリン出場を決めた国同士の一戦で苦戦。ドイツのサーブに苦しめられたが、試合をしながら修正した。 そして、第5セットには13点目となるサービスエースを突き刺し、勝利を呼び込んだ。試合後には、引き続き楽しみにしていてください、とファンに呼びかけた。まだ、試合間が、試合の後半になると疲労が蓄積する。石川は自身のプレーを冷静に分析するが、勝負どころではスーパープレイを披露した。 ブラン監督も、石川は最終セットで素晴らしいプレーをしてくれた。試合の途中で調子を落としたが、復活してくれた。その点が見られたのは良かった、と満足そうに話した。